先ほどね、変化球が完璧に捉えられているんで、はい、まっすぐまっすぐというね、配球に変えましたけどね。打球はこれもレフトに向かっていった。今日はおかわりです。2打席連続のホームランが出ました。第8号はソロホームランです。まあ、ここも逃しませんでした。あの結果配球の失敗ですよね、まあ、さっき変化球打たれてるから、はい、まっすぐで抑えたかったんでしょうけどもね、まあ、おかわり君はよしまっすぐ狙ってろかなという感じで待ってた感じがしますよね。ど真ん中ちょっと高めでしたが、あ、これで2打席連続のおかわりアーチ。久しぶりのおかわりなんですね。2012年の6月3日、ちょうど2年前でベイスターズ相手以来のちょうど2年前っていうんですかね、おかわりです。